わお、わお、わお。小林も取れ、柿谷取れ、ドゥドゥ取れ、ラルデミエソン、リンスか。最高にいいね。ということでやっていきましょう。コンソドール世界に連れてくために。所持代はまず帰るよ。あれ？帰れるよ。いける。まあ基本ミッションのスタイルとなる、まあ4-2-3、3-4-2-1か。多分これが主流になってるんですけども、僕は基本これだともったいないだろうなと、3-4-1-2にします。あ、ちょっとで、まあ、基本これがいいだろうと。よし。ああ、ちょっと待って。キャプテンはもう宮沢です。で、全部福森で OK だ。ああ、ちょっと待って。PK は徳良。ヒドスのユニフォームは何かいいんだよね、すごく。はい、これでいきます。はい、じゃあ行きましょう。シーズン開幕を前に、この厳しいトーナメントを制するのはどのチームでしょうか。まずはこのグループステージを突破したいですね。今日の試合は北海道コンサドーレ札幌が横浜 F マリノスと対戦します。こちらが先発メンバーです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。形でゴール前まで持ってきました。あー、くそ、スイーバー吹かれません。危険なタックルでしたが、カウンターのチャンス、仕留められるか。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。ディフェンダー入るか。オッケー。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。
伊藤翔。あ、まだ伊藤いるのか。そうだよな。スルーパスが味方に通る。ゴールチャンス。やべ、やっちゃった。試合開始から間もなく、早速最初のゴールが決まりました。やっちゃった。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。ゴールです。ケーマンか。キーパーが弾いた球を見逃しませんでした。うまく押し込みましたね。ああ、違う。ボールがこぼれてからの反応も見事でした。横へ展開をします。攻撃を組み立てられません。駒井義明、このパスはダメでした。通りません。山中亮介、出しどころ。ああ、そこ山中いんのか。悪くないんだけどね。ディフェンスが冷静に対応。駒井義明、進藤亮介、徳倉健。 OK、 走る、負けんな、スイカちゃん。襲いかかります。おー、負けんな。ゴールキックになりました。おーい。さあ、1点リードとなるこのゴール、得点の瞬間をご覧ください。大津勇気。大津、ああ、いるな。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。さあ、スタジアムのテンションが上がります。シュートは入る。あー、くそー、いいシーン。完璧崩したと思ったんだけどな。伊藤翔。あべ、F マリノスが攻めに出ます。徳倉健。あー、違う。うまく読んだインターセプト。ここでプレスをかけます。相手に考える隙を与えません。伊藤翔、危険な位置です。緊張感が増してきます。駒井義明、主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。ボールや非常に速い。伊藤翔、大津勇気、いい形でゴール前まで持ってきました。徳倉健、あ、くそ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。狙っていった。遠藤啓太、これはチャンス。ちょっと待って、中央にクロスが上がった。問題ない。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。うわ、アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。ゴールに襲いかかります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。違う、されました。違う、なんか違う。
ハーフタイムに入ったところで、うん、まあ、チャンピオンズトロフィーグループステージ後半のキックオフです。ここからが勝負の45分になりますね。攻守の切り替えが大事です。あ、くそ、守備への切り替えが早い。ここで止めます。あー、いたんかい。それたか、ボールを失いました。伊藤翔、ボールの動きが激しい。徳良健、横へ展開、シュートだ。あー、今のが決まれば同点でした。あー、なんていうか、ちょっと甘いな。大津勇気、前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の指導振り抜いた。ナイスキー、オッケー。ボールが転がる、コーナーになりました。リードを広げるチャンスです。中に伊藤翔、あ、甘い。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。木田拓也、横浜の攻撃です。このボールはタッチを割ります。スローインです。横浜 F マリノスが選手を交代します。ああ。徳良健、いいボールが出ました。あ、くそー、いい。木田拓也、F マリノスが攻めに出ます。大津勇気、え、あ、はい、これは来た。やっちゃった、やっちゃった。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しました。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。素晴らしい流れからゴールが生まれました。で、ポジション変えるか。チームとしてやりたいことが見えていますね。三好浩二、さあスタジアムのテンションが上がります。主審はファールを取ります。いいボールでしたが、ここはクリア。伊藤翔、危険な位置です。遠くから強引にシュートを打ちます。いて、おい、ここで味方のサポートが来る。どこまでドリブルするのでしょうか。あー、取られる。それじゃ見事に奪いました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。小前義昭、ボールを中盤で奪いました。あ、やべえ、それはジョデズリ、すげえ甘い。よかった、キーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。ユリアン・ドラクスラーですが、パリ・サンジェルマンへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはボルスブルクです。ここはシュートチャンス。キーパーの素晴らしい。やばいね。チームのピンチを見事に救いましたね。横浜 F マリノス選手交代です。クリアしきれません。うわー、広い。
大津勇気、いい形でゴール前まで持ってきました。徳倉健、小前義明、絶妙なパス、中にクロスが入った、大きく、あーダメか、今日の試合ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。待って、ゴール前に入った、オサイ、え、何回、どうだ、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。オサイでしょ、どう考えても。横浜 F マリノスが選手を交代します。こぼれます、先に反応するのはどっちだ、木田拓也、ウーゴ・ビエイラ、ドリブルで進んでいます、いいところに出た、オッケー、オッケー、シュート弾いた、ボールはゴール前へ、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。松原健、ウーゴ・ビエイラ、シュートには選手が詰めています。山中亮介、ボールの動きが激しい、つまらないミスでボールを失いました。まあ最初こんなもんか、かわしいね、6に対して3か、わかりました。できればね、ディフェンダー選手が欲しいんですよ。いる？個人的に欲しいやつ言えるんですよ。奈々くん。奈々くん戻ってきて。セトラル行きましょう。こよ。
よしよし、まあいいでしょう。チームやっぱ戻します。フォーメーション4231、あごめん3421か、これに戻します。本来の形はこういう形で合ってるはず。よし、で、うん、これでいこう。早坂いるよね。はい、健全なところでってなった時にそうします。行きましょう。はい、行きましょう。試合が始まりました。こちらが今日のスターティングラインナップです。今日はノーマルな442のフォーメーションです。ツートップの選手が攻撃を引っ張ります。危険な位置です。緊張感が増してきます。さあどうしますか。いいクロスだ。ボールをクリアしたい。ディフェンス。小前義明。ボールがフリーになりました。主審が流します。アドバンテージを見たようです。このボールは相手にクリアされました。三好浩二行って、ああ取ってくれた。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。誰、横へ展開。サポートを使いますか。早坂、ボールはゴールキックに変わります。いや、どこどこ、オッケー。早坂亮太、いい形でゴール前まで持ってきました。サイドをえぐって中を見る。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。ここはシュート、あーシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。
ディフェンダーが見事でした。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがこぼれました。プレッシャーをかけられます。フレイレ、あ、フレイレか、それはでかいな。前線の選手が下がってボールを受けます。角田誠、さあスタジアムのテンションが上がります。鋭い読み、あぶれあぶれ、あくそ、危険な位置です。緊張感が増してきます。猛略た、やべ、勝ち越しゴールなるか。あぶね、よかった。ここは先制点のチャンスを逃しました。あれはね、止まってもおかしくないと思いましたが入らないものですね。あぶねえ、マジであぶねえ。チョンテセ、あ、テスか。落ち着いています。小前義昭、いい形で前まで持ってきました。あー、若いやりすぎボールを運びゴールに襲いかかります。あ、おー、素晴らしいパス。お、よかったよかった。コーナーです。中に入れた。中央へのボールはクリアされました。キーパーが抑えました。あー、走り込んでない。角田誠、さあスタジアムのテンションが上がります。このパスは読んでいました。いや違う、どこ出してんのよ。素晴らしいスルーパス。ボールをドリブルで運んでいます。中央にクロス、やべ、坊主っぽいやん。ここはインターセプト、しっかり予測していました。来た、チョンテセ、角田誠。試合はハーフタイムを迎えています。グループステージ第2、ういチャンピオンズトロフィーのグループステージ後半が始まります。ハーフタイムに監督からどんな指示があったのか、選手たちの動きに注目したいですね。いいカットです。ボールを奪いました。あ、危険な位置です。緊張感が増してきます。チョンテセ、キーパーがクロスをパンチング。あぶれ、勝った。あー、嘘。三好浩二、小前義昭、はい、いい形でゴール前まで持ってきました。いいボール。あー、これじゃ意味ない。チョンテセ、パスは見事に奪いました。ボールをもらいに下がります。焦りが見えます。チョンテス、オッケー、よかった。ゴールを奪えません。ここはチャンスを逃しました。
流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ボールを運ぶ、チャーラーチャーラーチャーラー、ダメか。シュートが入らず、なかなか勝ち越せません。ディミトリ・ペイエですが、マルセイユへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはウエストハムです。はい、いい選手を獲得しました。これは来た。コースが変わります。早坂亮太。ラクソバ。このボールはスローイン。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。進藤亮介。さあスタジオのテンションが上がります。ジョンテセ。早坂亮太。あ、どこ出してんのよ、おかしいべや。持ちました。何をするんだ。やべやべ、ちょっと待って、それはまずい。危険な位置です。緊張感が増してきます。このボールは決定的。このシュートを弾いた。これではキーパーに勝てません。チョンテセ。勝ち越し来るか。うわ最悪。いやなんでドガーク。終盤ついに先制点です。やべ、しかもチョンテセに決められた。変えよっか。あまり残されていません。最悪だこの展開は。ここから試合が慌ただしくなってまいります。ルーズボールになっています。切り込む、打った、ウェーイ、ラララララとくら、俺ら俺たち刺激を俺ちに、ラララララとくら、熱い刺激をさ俺たちに、ラララララとくら、とくら、とくら、同点です。オッケーオッケー。ゴール前まで持ってきました。ボールを奪われると大ピンチです。ここはしっかりとクリアしました。ディフェンダーを抜いた。このクロスはキーパーがバンチングしちゃダメ。さあ味方も連動して動いてくる。ここはキーパーが簡単に抑えました。あーやりすぎ。ボールを運びゴールに襲いかかります。守備への切り替えが早い。ここで止めます。チョンテセ。ルーズボールです。ボールはどっちだ。試合はまだまだ動きません。どこまでドリブルするのでしょうか。チョンテセ。ここは中央の選手にクロス。マイボ。時間はあまりありませんから、ここで何とかしたいところです。何とかやってくれそうな。フレッシュな選手の投入です。選手交代があるようです。
白井似てるな。中に入れた。コーナーキックはミスキックになりました。スローインになります。早坂亮太。あ、やっちゃった。フレイレ。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。さあスタジアムのテンションが上がります。ゴールを狙う。オッケー、オーブレーゴールを死守。このコーナーは大事です。そういう止めるな。これはあるか。あぶねえ。マジでよかった。あー、まあ、いや、あぶねえ。最後の最後、あぶねえよ。あー、よかった。あー、よかった。危ない、よかった。あー、すっきり。あー、すっきり。あー、よかった。てか、こちら、あー、やべえ。もう分かりました。とりあえず今日ここら辺で終わりましょう。趣味だな。うん、はい、それでまた。